こんばんは。こんばんは。ちょっと入ってくるまで待ちますね。皆さんこんばんは。今日、そう、今日も皆さんのお子さんのお名前、コメントで教えていただけると嬉しいです。今ちょっと皆さんが入ってくるまでの間に、もし打てる方いたら、お子さんの年齢を教えてください。お子さんの年齢教えてください。で、さーい、これで固定にしときます。どうも皆さんこんばんは。よし、皆さんお子さん寝ましたか？ありがとうございます。いつも2歳9ヶ月です。いいですね。いいですね。ですね。ありがとうございます。ちょっとごめんなさいね。まだちょっと声が、復活してないんですけど。先ほどうちの子は寝ました。あ、2歳半です。あ、いいですね。ありがとうございます。あ、こんばんは。4歳と2歳です。ありがとうございます。2歳4ヶ月か。4ヶ月です。あ、いいですね。ありがとうございます。はい。続々と、入ってきてくれてるかな。うん。入ってきてくれた方、お子さんの年齢もしよかったらね、コメントで教えてくださいね。うん、お願いします。ね、それに合わせて今日のお話ね、ちょっとしていければなと思います。お願いします。はい、皆さん新生活どうですか？お子さん初めて保育園入った方とかね、初めての生活なんてね、方もいるかなと思うんですけれども、どうですかね。うん、相変わらず私の園の子たちは泣いてますこんばんは。1歳8ヶ月です。あ、ありがとうございます。いいですね、いいですね。うんうん、そう、まだまだね、まあ4月まだね、2週目だからね、しょうがないよね。うんね、しょうがないと思う。まだまだ泣いてても、で、食べが悪くてもまだまだね、しょうがないので、もしね、食べが悪い子いたら、食べが悪い子のお母さんね、見てる方いたら、もうそれはね、しょうがないって思って大丈夫です。まだまだ。これからね、どん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 食べるようになっていくからね、大丈夫です。はーい。じゃあ、あと1分ぐらい待ってから話し始めていきますね。うん。で、そう。今これ見てる方で、栄養士さんいるかな？もう栄養士さんいたらちょっと教えてほしいんだけど。私はなんか新生活になって、なんか楽しい仕事もいっぱいあるんだけど、またね主みたいなのに出会ってしまって、もうちょっとまたちょっとどこかでね話したらいいなと思うんだけれども、私なんかね、なんか栄養士って多いんだよね、ちょっと癖のある人ね。ねえ、なんでだろうね、ちょっと不思議でならないんだけど、またそんなちょっと栄養士さんに当たってしまって、当たってというか、ちょっと違うところには今回はいる感じなんだけど、もしね、ちょっと栄養士さんで悩んでる方いたら、その辺もね一緒にお話ししたいなと思うので、何でも話しかけてもらえればなと思います。意外とその辺の経験もいっぱい自分はあるのでちょっと栄養士ネタに関してはいろいろお話できればなと思います。あ、ありがとうございます。あ、いつもね、ありがとうございますね。あ、こんばんは。6歳7歳です。そして栄養士です。あかねさん、いつもありがとうございますね。あ、そして栄養士です。私も主に今日やられましたね。痛いよ主ね、なんか不思議なんだよね。ちょっとなんでこの給食室あるあるなのかな。なんか主ちょっとね、結構重鎮みたいなのがね、どこの園にもいて、私なんか今回で、園が 4つ目の園なんだよね。4つ目ね。そうそう、新卒から始まって4つ目の園なんだけど、
毎回必ずいるんだよね、主がね。で、なんか、まあ、一回目ね、初めてね、新卒で入った縁は、もうもちろんドキドキしてるし、何もわかんないし、今まで社会なんて出たこともないから、その主の存在なんて知らなくて、まあ、もうもちろんやられるじゃん。新卒だしね。で、まあ、やむじゃん。で、からの二つ目ね、二つ目のところでも主がいたんだよね。主。もう強めの主がいて、で、なんてこったよと思いながら、まあ三つ目のところでももちろん主がおって、で、その主の話はなんかちょっとインスタでもちょっとしてたんだけど、で、四つ目ね、四つ目だよ。今の4月からの四つ目。主、またいたと思って、もうこれ当たり前なのかなと思って。栄養士の主。なぜまだいる？ちょっとまだ、ちょっともう当たり前、給食室上がるのかもしれない。もしかしたらね。もうそう思ってる私は。ということでごめんなさい。ちょっとなんか栄養士ネタになってしまったけれども、ちょっと最初そんな感じで、ね。あ、1歳です。栄養士です。主はどこに行ってもいますよね。そう。そうなんだよ。なぁ、不思議だよ、もう。なぜずっと主がいる？もうちょっと。なんでだろう。なんでこんな職場。ちょっともうごめんなさい、ちょっとこれ考えてるだけで今日一日終わっちゃいそうなのでごめんなさいね、ちょっとでも栄養士じゃない皆さん申し訳ないです。今日のじゃあテーマいきますね。今日のライブのテーマは子供の栄養足りてるか問題についてちょっとお話ししたいなと思ってます。はい。で、これに関してはめちゃくちゃ DM が来ますよ、私のところに。うちの子、例えばなんだけど、野菜食べなくて栄養足りてるか心配ですとかね。あの辺のちょっと話をしていくね。うん。で、後からね、入ってきてもらった方は全然大丈夫です。お子さんのね、年齢だけちょっと書き込んでいただければ嬉しいです。お願いします。はい。で、そんな子供の栄養足りてるか問題について、よくまあ DM が来るので、ちょっと本気でちょっと話をしようかなということで今日ちょっとライブをしました。はい。で、なんだっけ、あ、そうそうそう、もう主の話で忘れそうになってしまったけど、そう。で、ね、結論から言うと、本気で、ね、栄養が足りてるか確かめたいんだったら、ね、もう血液検査するのが一番です。うん。血液検査して、今の栄養状態を確認するのが一番。うん。これでいいと思う。なんだけど、待って、よく考えて。よく考えてよ。よく考えて。ここからがね、うん、ここからが大切。うん。一番ね、そう、血液検査をすればいいと思うんだけれども、さ、栄養ってさ、毎日毎日、入って、出て、まあ、ものによっては蓄積されるのもあるけれども、入って出ての繰り返しで、ね、入ってから出て、入ってから出て、お口の中に入れてから入って出て、だから、一回検査したところで、わからないんだよね、長期的には。うん。あ、ありがとうございます。2歳です。あ、OK です。ありがとうございます。そう。なので、まあ、本気で今の状態確かめたいんだったら、血液検査がいいと思うけど、なんか、ある一点でしかないから、それって。ちょっと、今の状態を分かるためにはいいんだけど、あんまりなんか、それって意味あるかなって思っちゃいます。ただ、今、うちの子が本当に今、栄養が足りてるか心配なのであれば、まあ一番はね、手っ取り早く、血液検査して、まあ全部ね、貧血の状態とか全部測ってもらうのが一番だと思います。で、ただ、なんか多分だけど、よく質問してくださってる方は、まあ、あれだと思うけど、なんて言うんだろうな、栄養素、例えばなんだけれども、何グラム食べて、それが、なんて言うんだろう。なんて言うの、ごめん、もう一回言うね。ごめんなさい。もう一回言いますね。ママが多分ね、知りたいのは、なんか栄養素何グラムっていうよりも、まあ、それを食べて、まあ、子供が、まあ、ちゃんと成長してくれるかの方が、まあ、気になるよね、多分ね。うん、どうだろう。もし、そうだなって思ったら、いいねとか押してくれると嬉しいです。ね、だから、なんか、どっちかっていうと、なんか、うちの子がちゃんと、それを、今の生活を続けてて、そう、ありがとうございます。そう、食べてて、ちゃんと成長してくれるかどうかの方が、皆さんは多分心配なんじゃないかなと思います。で、それっていう
のはもう、基本的には成長曲線でわかるので、毎月なり、まあ、2ヶ月に一遍でもいいんだけれども、ありがとうございます、ハート。ありがとうございます。どうもどうも。そう。ね、そっちだよね、多分ね。だから、だったらもう成長曲線で、成長曲線ってみんなね、大丈夫かな。例えば母子手帳とかに書いたら、グラフね、身長とか体重が書いたら、グラフ。で、一点だけプロットしても、これ意味ないので、毎月プロットしてみてください、今までの。ね、毎月か、まあ、2ヶ月に一遍か、まあ、3ヶ月に一遍あれなんだけれども。で、見方としたら、こう、ちゃんと上に登ってってるか。そう、範囲の中でちゃんと上に登ってってるかっていうのを見てあげて、で、上に登ってってって見てあげるんだけど、上に登ってっても、途中でガクンとかって落ちてたら、ちょっとこれは成長曲線入ってても、ちょっと、栄養が不足してるかもしれないみたいな話、基準になってくるから、基本的には成長曲線を見て、ちゃんとプロットされてるかどうかを、まあ、ちょっと確認する必要があると思います。で、ただ、極端なちょっと話をするね。これもう、今、0か100かの今話をするんだけど、こう、成長曲線ピューってあって、正直言うと、あれって本当身長と体重だけだから、お菓子ね、毎日例えばポテチとか何でもいいんだけど、チョコレートとかでも何でもいいんだけど、それを食べ続けるだけでも、多分ね、勝手に上がってくんだよね。そう。だから、それは、やっぱりちょっと違うよね。うん。なんか、もう結局成長曲線ピューってあって、全部こうプロットされてって、あ、うちの子完璧だ、栄養ちゃんと取れてるって思ってたとしても、毎食の食事が、例えばなんだけれども、お菓子ばっかり食ってて、そのプロットしてるのがポンポンポンって上がってったら、多分、それはちょっと違うってなんか皆さん分かっていただけると思うんだけれども、それはやっぱりちょっと違う。まあ将来的にそういうお菓子ばっかりの生活に慣れてる子とかに関しては、やっぱり生活習慣病、糖尿病とか、まあ、高血圧とかね、ああいうのにやっぱりかかりやすくなる、リスクも高くなっちゃうから、それは違いますということだけね、まず最初にね。うん。ということは、食事のやっぱりね、質と、基準、大体の基準が、まあ、大体で、いいんだよ、全然。今日は何グラム取ったから OK とかそういうのじゃなくて、まあ大体のね、基準が分かってれば、この栄養足りてるか足りてない問題の不安がだいぶ減るんじゃないかなと思って、今日はちょっと表を用意しました。はい。で、何をもってバランスがいいのかみたいにちょっと話をしていくね。ここまで大丈夫ですか？分かんないことあったら質問くださいね。後で DM でも大丈夫です。はーい。大丈夫かな？ちょっと、もしかしたら、話に夢中すぎて質問見てなかったらごめんなさい。何回も質問してくださいね。で、そのバランスのいい食事みたいな話をね、ちょっとしていくね。基本的にこの栄養士の世界では、で、まあ、栄養士の世界っていうか、まあ、まあ、バランスのいい基準みたいなのって、全部食事摂取基準っていうのが、まあ、ベースとなって、それ、食事摂取基準っていうのが、そのカロリーがいくつとか、エネルギーいくつとか、タンパク質で何グラムみたいなのが書かれてるやつを、食事に落とし込んだやつ。ごめんなさい。もう一回説明します。ごめんなさいね、ちょっと。食事摂取基準っていうのが、その、ただただ値だけで示されてるのを、例えば施設とか、この、まあ、幼児だったら幼児の施設とか、小学校だったら小学校の施設とか、に、食事に落としてるんだよね。で、ある程度保育園ではこの基準っていうのは大体同じなので、その基準っていうのをちょっと見せていきますね。あるかな。どうやってこれカメラを後ろにするんだっけな。あ、こうだ。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。これね。見えますかね、皆さん。よ。自宅保育ですが、小食でサプリ飲んでいませんが、インスタでは飲んでる人多いんですよね。どうなんだろうと思ってます。そう。あ、そう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 。そうなんだよね。サプリね、いっぱいね、まあ、そうだね。これもまあ、まあ、お家の考えにもよると思うけれども、自分は、それでなんか栄養満点の食事取れたから、まあ、安心するっていうのはいいかもしれないけど、なんかその基準を知ってて、例えば今日、一週間とかね見て、タンパク質全然取ってないな、じゃあタンパク取ろうみたいな感じの勢いだったらいいような気がするけど、その基準が分かってなくて、なんかサプリとか飲ませるのであれば、ちょっと違うかなと思ってる派なので、今日はね、その基準を教えていきます。はい。で、さっきのその食事摂取基準の話がこっちの話ね、見えますかね、皆さん。分かんなかったら教えてくださいね。
そう、この、エネルギーとかだけ書いてあるような表があるので、それを見ながら、施設では、この構成表とかっていう、まあ、いろん、まあ、呼び方あるかもしれないけど、例えば、米を何グラム取ったらいいよとか、肉魚何グラム取ったらいいよとか、っていうのを、まあ、1日ごとで計算したのを、1食に落として、給食のお昼とかは、使っています。はい。ちょっと待ってください。水飲ませてくださいね。で、それを落とし込んだのが、給食で、その給食の、一人当たりの量っていうのかな。で、補ってるような形となります。はい。で、今、ごめんなさい。これ、今示してるのが、これ1日のね、量です。で、なんだっけな。そう。で、なんだっけな。まあ、大体なんだけれども、もっと分かりやすい表があったかな。まあ、大体、ちょっとざっと最初説明してくね。まあ、1日あたり、まあ、大体、まあ、この量を取れればいいのかな、みたいな、ざっとね、表がある、あります。で、まあ、こんな感じ。まあ、大体ね、1日で取れればよし、よし。っていう感じです。で、まあ、わかりやすいのは多分こっちかな。一食あたりで、まあ、大体、まあ、大体、魚だったら、まあ、40グラムぐらいで、まあ、40とか50とか、まあ、その施設によって、まあ、違うんだけれども、まあ、大体ね、で、取れてるような、給食になってます。で、まあ、ご飯だと、まあ、大体100グラムぐらい。だから、お米の量にすると、まあ、その、半分ぐらいので、50グラムぐらいがお米の量で、毎回計算されてるような、ものとなってます。で、副菜とした副菜、野菜とかだよね。野菜とかとしたら、メイン。野菜がメインのものだとしたら、まあ、大体40グラムぐらいで、大体、やってます。で、この40グラムっていうのは、生野菜の状態ね。生野菜の状態で40グラム。だから、絞ったりするともっと少なくなっちゃうんだけれども、まあ、大体野菜40グラム。で、あとは、汁物で、例えば、足りない食材、を入れてるようなイメージになります。で、あと、まあ、果物ある日は、果物、まあ、20グラムぐらいで、まあ、大体こんな感じでつけています。はい。で、大体これが1食あたりのね、考え方です。なので、これもね、ちょっと一番ね、注意してほしいのが、今は1食あたりで、これ考えた、今示してるんだけど、1食これ取れなかったからって、子供の栄養が足りてないかっていうと、そんなわけでもなくて、大体これを、1週間とか2週間とか、1ヶ月ぐらいの単位で、まあ、栄養士は、こう、栄養のバランスを合わせています。うん。なので、1日今日が、例えば、食べられませんでした。例えばご飯。ゼロです。うちの子ご飯嫌いなんで、小食だから。とか言っても、次の日、普通に食べてたら、まあ、それはそれで平均でこう見ていくから、あんまり気にしなくて大丈夫だよっていうのが一番ね、言いたいかなっていうところになります。で、まあ、さっき1ヶ月で、まあ、大体立ててるよって話をしたんだけど、まあ、1ヶ月、まあ、ちょっと行き過ぎかなと思うのであれば、まあ、2週間とかでもいいと思います。なので、2週間とかで、まあ、1週間とか2週間ぐらいで見てみて、一日でこう考えるんじゃなくて、まあ、一週間とかでね、考えてあげると、一週間とか二週間でね、考えてあげると、まあ、その中でお子さんが、食べてるのであれば、まあ、いいんじゃないかなって。で、あともちろん成長曲線ね、さっきも言った成長曲線がプロットされてれば、まあ、ある程度、いいんじゃないかなって思ってます、私。私の息子も実は小食の息子で、あんまりご飯、ね、食べないんだけれども、例えばなんだけれども、まあ、週に1回ぐらい外食するときがあるので、外食のときはやっぱりなんか雰囲気が違うのか、よく食べるんですよね。なので、なんか、そういう日のやっぱり次の日っていうのは、まあ、よく食べたからかわかんないんですけど、やっぱり食べが悪くなる。例えばご飯食べませんとか、普通にあるんですけれども、なんか結構そこは多めに見てます。はい。なので、まずね、お子さん、もしね、その、お子さんが小食でとか、うちの子食べムラでっていうのであれば、ある程度の期間を設けてあげて、まあ、お子さんがその中で食べられてるのであれば、ある程度ね、大きく見守ってあげてもいいのかなと思って、
ています、私の中では、うん、っていう感じの見解ではあります。で、ただそのまあ一つまあ注意してもらいたいのが、本当にそのずっとずっと食べなくて、まあ便秘だったりとか、まあ肌荒れとかねしてるのであれば、まあそれは考えなくちゃいけないよね。それはね、その子がちょっと辛い思いをしてるんだったらやっぱり考えなくちゃいけないと思うんだけど、まあそうじゃないんだったらある程度ね、まあ大きく見てもいいのかなと思って。ています。だからまず皆さんはこのね基準をなんとなく知ることで、それ実際ちょっと一番最初は測ってみてもいいかもしれないです。食事大体どれぐらいなのかっていうの、まあご飯 100g ってどれぐらいなのかなとか、野菜が 40g って大体どれぐらいなのかなとかでも測ってもいいですし、うん、それを比べてなんか見てると、なんか意外とこんなのなのかって思えちゃう部分も多分ね出てくると思うんだよ。なんか実際自分がそうだから、なんか給食の分量とか見てるからかもしれないけど、なんか小食だなと思いつつ、結局なんかトータルしてるとまあ食べてるからいっかみたいな感じに思えたりするから、まずはね皆さんはその食事のね質とこの基準を知ることっていうのが一番大切なのかなと思っています。で、あともう一つ、一日で見るんじゃなくて、一週間とかね、二週間の範囲で、見てあげるのがいいかなと思っています。はい。で、まあ、よくね、インスタの中でもよく見れると思うんだけれども、やっぱり鉄分に関して、やっぱり心配なお母さんとかもね、いると思うんだけれども、なんて言うんだろうな、この栄養の世界って結構0か100かで考えちゃうと、辛くなる部分があるから、あんまりその0か100かで考えない方がいいと思っています、自分は。うん。で、例えばね、鉄分が多い食材っていうと、まあレバーとか、まあアサリとかいろいろあると思うんだけれども、自分結構栄養士で献立立てて思うのが、肉ねとか魚、まあだいたい 40g ぐらい毎日給食で出していて、プラス、まあ、月1回、まあ、まあ、2回まんま出すこともないかもしれんけど、まあ、レバーをね、少し、入れたり、ちょっとアサリはうちの園使えないから、まあ、あんまり扱ってないんだけれども、そのレバーをね、入れるだけで結構鉄分の割合って、普通に充足、足りてくるんだよね。だから、鉄分っていうと、まあ、レバーとかのイメージは強いけれども、それ以外の食材にも大体入ってたりもするから、そういうところでね、まあ、見てあげるといいのかなと思います。どうですかね、栄養士さん。よくなんか栄養士さんからもう、なんか鉄分よりもカルシウムの方が上げにくいよね、みたいな話を聞くんですけど、どうですかね、栄養士さん。なんかどちらかというと、そう、インスタの中では結構、鉄分のね、話題がよく出てくるんだけど、なんか自分はどっちかっていうとカルシウムの方がね、結構満たすのが大変な食材になるんですけど、どうですかね。皆様、もし、うん。甘い食レバーパウダーを使っている場合は、の可能性が高い、ごめんなさい、ちゃんと見ますね。毎食レバーパウダーを使っている場合は、鉄分サプリはいらないですか？の可能性が高いような気がしますけどね。あとはその肉どれぐらい食べてるかにもよるとは思うんですけれども。で、まあ大体そのさっきもちょっと話題にしたんですけど、まあ給食とか、まあ肉、魚、あと、まあ、タンパクとかであるのは、まあ卵とか、ほうれん草とか、間違えた、小松菜とかも、確かにあんまり小松菜って吸収率がね、良くないから、まあ、大きなところだとやっぱりその魚系とか肉系で鉄を取るとしたら、やっぱりタンパク質とかからかなと思うんだけど、うん、それだけでも結構充足するからね、って思っちゃうんだよね。どうね。うん。だから、まあ、実際その子の量とか、一食あたりの量を見てないから、すごい、なんか、絶対足りてますよとかはすごい言いづらいけれども、まあ、足りてる可能性が高いんじゃないかなっては思っています。うん。で、そう。で、さっきも言ったけれども、まあ、本気で確かめたいんだったらやっぱり血液検査がいいし、鉄に関して、まあ、子供の状態を見るのであれば、例えば爪の状態とかだよね、このね、爪の状態ちゃんとふっくらね、見えるかな？ふっくらしてるかとか、あと、目の、
あの、赤い部分だよね。赤い部分でちょっと白っぽくなってないかとか、その表情とか、まあ、元気ないとかね、そういうところでも見れたりするから、まあ、そういうところで、まあ、見てあげて、やってあげるといいかもしれない。はい。でも、そうだね。なんか、そう思ってるます。で、あと、その食品成分表じゃなくて、食事の摂取基準の話をちょっとするんだけれども、鉄分とかって、そのさっきも、ちょっと触れたけれども、小松菜とか、あと、植物だよね。植物性のものって結構吸収率が、悪かったりして、まあ、実際取ってる料理よりもあんまり、こう、体に入っていかないよね、みたいな話もよくあるんだけれども、結構食事摂取基準ではね、そこも加味されての、鉄分の量が示されてるんだよね。だから、ある程度はその損失とかも考えられての基準だから、だから、まあ、それを考えるとやっぱりレバー、ね、もしその、まあ、これで考えるとするのであれば、まあ、肉とかね、魚、まあ、40グラムとか、まあ、1食あたりだけれども、まあ、取ってって、まあ、例えば朝とか全然食べないのであれば、お昼とかに、まあ、ちょっと多めに取ってあげたりだとか、食べれる時に食べてあげて、あと、まあ、ちょこちょこアサリとかね、レバーとか、まあ、毎日、入れたら、多くなりそうな気がするんだよね、っていうのが一つの見解でした。でも、まあ、これはあくまでも一人の、まあ、栄養士としての見解なので、まあ、それを踏まえて、うちではどうするかっていうのを、まあ、皆さんのね、ご家庭でどうするかっていうのは、それはもう全然決めてもらっていい範囲だと思うんですけど、一応、自分の見解はそんな感じです。うん。で、鉄分に関しても、いろいろね、癇癪とか、その学習障害とかね、話がね、よくあると思うんだけれども、それもね、ほんと0か100かだと思うんだよね。0、やっぱりあまりにも、全く、それが取れてないってなると、まあ、確かにその可能性もね、鉄ってやっぱり、血液を作る元にもなってくるから、脳に血液を回らなかったり、まあね、あるよね、まあ、貧血になりやすかったりになるよね、っていう考えにはなるんだけれども、ある程度取れてれば、そんな、まあ、さっきの話じゃないんだけど、0か100かって考えてしまうと、あ、絶対取らせなきゃ、100で考えなきゃ、ね、毎日毎日鉄取らせなきゃって、まあ、思う気持ちもすごいわかるけど、そんなに、0、100の世界じゃないんだよね、この栄養ってね。って思ってます。はい。でも、これを聞いて皆さんがどう考えるか、もう、それはもう全然個人の判断なので、お任せ。します。はい。じゃあごめんなさい。質問ね、受付、ちょっといくつか来てるので、読みますね。白米の進みが悪いです。じゃがいもなどで炭水化物をプラスしていますが、混ぜご飯などご飯で取れるようにしてあげた方がいいですか？結論から言うと、あんまりね、混ぜご飯っておすすめしなくて、例えばなんだけど、これは食育と絡めての話をちょっとするね。混ぜご飯にする前に、その食材をね、見せてあげて、ご飯に組み込むのはいいと思います。その食材をね、見せて、ちゃんとね、見せた状態でご飯に組み込むのはいいと思うんだけれども、最初から、あんまり苦手なもの、例えばさ、ハンバーグとかでもそうなんだけど、野菜入りのハンバーグとかね、よく混ぜ込みがちなんだけど、あれをしてしまうと、どうしても苦手だと思っているものと、好きなものの組み合わせになって、食べてくれる日もあるけれども、それって要するに子供にとっては、なんか騙し騙しで食べていることになってしまうので、まあ、もし混ぜご飯であげるとするのであれば、まあ最初に、食材をね、見せて、ちゃんとそのものをね、見せてあげるスタイルで混ぜご飯にするとかはいいと思うんだけれども、最初から混ぜご飯でご飯を取れるようにしてあげるってなると、ちょっとやめた方がいいかもしれないです。うん。だったら、なんかなんだろう、ちょっとめんどくさいかもしれないけれども、一緒にまあご飯を炊いてあげて、一緒にラップのね、おにぎりとかをしてあげて、ご飯をね、食べさせるようなね、方向性の方がいいような気がします。はい。あとはまあ、手作りふりかけとかもね、あったりするし、まあ、もしね、ふりかけ嫌なお家じゃなければ、普通のね、
ちょっと市販の、まあ、ちょこちょこっとかけてあげて、食べさせるっていうのもね、いいのかなと思います。ただ混ぜご飯はちょっとあまりおすすめはしないです。大丈夫かな、私の説明わかんないことあったら言ってくださいね、すいませんお願いしますで、次は肉はあまり食べないので、鶏レバーパウダーを毎日使っています。あ、血液検査引っかかったことないです。ああ、おー、すごいですね。うん、じゃあいいんじゃないですかね大丈夫だと思います。もう血液検査までしてるのであれば、はい、もうやめた、問題ないです。はい、でよくね、レッスン、あれですね、かその講座ね、私前やってるんですけれども、今ちょうど2ヶ月目に入ってきて、ね、結構ね、お母さんがね不安だと子供も不安になるから、どんと構えましょうよね。でももしね、心配なこともあるかもしれないけど、それはね、ちょこちょこ聞いてもらえれば私も答えるし、ね、お母さんがやっぱりね、まあ、園児でもそうなんだけど、お母さんがね、やっぱりどうしようってなってると、子供にもね、結構連鎖しやすいし、まあ、気持ちはわかるよ、自分もね。不安な気持ちとかもすごいわかるし、特に自分の、うちの子とかも、まあ、第一子とかだと、やっぱり園で見てきたものと違うと、わあどうしようみたいな感じで思うこともあるけど、基本的にはね、ママはね、どんと構えて大丈夫です。はーい。なんだっけな、次。ちょっと待ってください。一回ごめんなさい。水飲ませてくださいね。すいません。大丈夫かな、ここまで。なんだっけな、そう、あ、すいませんね、はい、あ、ごめんなさいね、じゃあ続きやっていきますね。あ、そう、カルシウムの方が心配。あ、そう、カルシウムね、あげにくいんですよね。まあでも基本的にはさっきと一緒です。うん、子供がね、ちゃんとすくすく成長していれば、基本的には大丈夫なので、あんまりね、心配しすぎなくても大丈夫です。で、カルシウムに関しても、ネットとかで、カルシウムよく取れる食材一覧みたいので調べてあげるといっぱい出てくるので、まあ、それをね、見ながらちょこちょこね、使ってあげるといいのかなと思います。おすすめは、まあ、切り干し大根とかね、高野豆腐だったら高野豆腐、片栗粉とかで揚げてあげると、結構子供ね、ふわふわして、高野豆腐感が出ないのでおすすめです。あとはまあ牛乳もね、一番手軽に取れるものだけれども、牛乳とかだとね、結構お腹ゴロゴロしちゃったりする子とかもいるから、まあそれはね、お子さんの体調とか、その体質に合わせてね、使ってもらえればいいのかなと思います。はい。じゃあ次、質問いきますね。うちの子、アンパンマンのスティックパンが大好きなのですが、あれってどうなんでしょうか？一応野菜バージョンで食べさせているんですけど。パンとして考えていいんですかね？まあね、まあ一応パンのくくりとしては合ってるけど、まあそうだね、あれちょっと甘いからね。まあ、できれば、全消しじゃなくて、さっきのね、話と一緒、0、100じゃなくて、まずは50ぐらい試してればいいんじゃないかな。今が100とするのであれば、週に、まあ、1、2回ずくつから、ちょっとアンパンマンスティックじゃない違うパンを取り入れてみるとかね。うん。例えば、アンパンマンスティックがまあ好きなんだったら、まあ、ちゃんと最初はロールパンとかからかな。一番バターロールとかかな。そうだね。でも、食パンよりもまずは、ちょっとバターの入ったような方が好きかな。もしかしたら、ちょっと思考がわからないんですけれども、そう、野菜バージョンね、ありますよね。わかります、わかります。まあ一応ね、パンとしては考えていいけれども、やっぱりね、あれも菓子パンの部類に、ね、なってしまうので、まあ、うん、できればね、普通のパンの方がいいかもしれないです。はい。ちなみにおすすめのパンの、市販のパンはパスコです。園とかではよくパスコ使ってます。はい。次あるかな。あ、こんなもんか。はい。じゃあ一応こんなもんで、他に質問ありますかね？今日の話分かんなかったら、また DM とかで聞いていただければ嬉しいなと思います。で、今日ね、おさらいね、しますね。まず、本気で、
栄養足りてる足りてない問題を確認したいのであれば血液検査がまあ一番今の状態がわかるのでっていうことなんですけれども、まあそもそもそうじゃないよねっていう話をしていきました。うん、で、あとは、その食事のね、質と基準をまあ大体知れば、まあ、ね、実際ちょっと測ってみて、あ、こんなもんかって思ってもらえると嬉しいなと思います。あとは、その1日って考えるんじゃなくて、まあ1週間とか2週間とかで考えてみて、まあお子さんがね、食べてるか、食べてないかっていうのをまあ、基準に選んでもらえるといいかなと思います。はい。で、あとは、あ、そうそうそう、あとね、大切なのが、やっぱり0か100で考えない。もうこれが一番だと思う、本当に。0か100で考えてると、なんか、あれもこれも多分心配になってきちゃうと思うんだよね。そう。もう、なんか、栄養ってさ、まあ、よく言うさ、やっぱりインスタの中で言われてるのは、やっぱり鉄だと思うんだけれども、それだけじゃないからね、本当に。もう、タンパク質もあれば、さっきも言ったカルシウムもあるし、まあ、ちょっと炭水化物とかもあるし、まあ、エネルギーとかね、なるようなものもあるし、もうその他にもね、ビタミン類とかね、野菜とかにもいっぱい入ってると思うし、とか、とかいっぱいもうって、もうびっくりするぐらいあるから、それをさ、やっぱりなんか、毎回毎回取れてんのかな、うちの子大丈夫かなって考えてると、やっぱりね、辛くなってくると思うから、そこはね、そんなに全100で考えない方がいいかなと思います。あくまでも基準は、そのさっき言った食事のね、質とかその基準になると思うので、その辺をね、見ていただければなと思います。で、まあ、プラス、これは、一食あたりの量なんだけれども、まあ、幼児期の場合はね、特にこれプラスおやつが入ってくると思うので、おやつとかで、調整もね、できると思うので、例えばなんだけど、さっき言った、例えばご飯あんまり食べない子であったら、まあ、おやつに、まあ、ちょっとね、簡単な混ぜ込みご飯じゃないんですけれども、とかだったり、ふりかけご飯だったりわかんないんですけど、あと、パンとかかな。あと何がいいかな、あとお芋のお焼きとかか、手作りだとね、うん、がいいのかなと思うし、あとおせんべいとかでもまあエネルギー源みたいなところが取れてくるから、まあそういうところでね、やっていけるといいのかなと思っています。はい、ということでした。以上です。もうだいぶ話尽くしました。皆さん大丈夫ですか？大丈夫そうだったら、もうこれでおしまいにします。はい。うん、大丈夫かな？はい。わかったかな？ちょっと伝わった方はもしよかったら、いいねっていうか、ハートを送っていただけると嬉しいです。大丈夫かな？私はだいぶ、あ、よかった。満足しました。ありがとうございます。あー、嬉しい。あー、めっちゃハート飛んできたんで。じゃあ、私もめっちゃ話したので。これでおしまいにしたいと思います。よっしゃ、じゃあ、じゃあごめんなさい、最後に。じゃあ最後にね、いきますね。めっちゃハート飛んできた。ありがとうございます。最後にね、この二つだけ読んでおしまいにします。ありがとうございます。めっちゃハート飛んできた。あ、嬉しい。長男が14歳、次男が5歳です。次男くんがご飯嫌いで苦戦しています。はい。ご飯、米ですかね。米ですかね。米かな、全部かな、どのご飯かな、後で教えていただけると嬉しいです。全然答えられなくてすいません。おやつにボーロはいいですか？おやつにボーロ、うん、ボーロ、はい、ボーロ、うん、園の給食とか、あ、市販のお菓子とかでもボーロ使ってることあるのでいいと思います。でもしね、添加物とか気にするのであれば後ろ見てもらって、あんまりいろんなものが入ってないのが、まあおすすめではあるんですけれども、そんなに気にしないのであれば、ボーロ全然大丈夫だと思います。あとアレルギーの関係かな。大丈夫であれば全然大丈夫だと思います。はい。じゃあこれで以上にしたいと思います。はい。毎回言うんですけど、ちょっと余談。はい。もうここから聞きたい人だけで大丈夫です。ありがとうございます。じゃあここから話の余談を始めていきます。なんだっけな、そう、ライブね、すると、なぜかね、フォロワーさん減るんですよね。なので、今日ここまで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。ね、不思議、なので、ちょっと今日は、いつも顔半分ぐらいで話してるんですけど、今日は、ちょっと、資料とかを持ちながら、あんまりちょっと顔出さないスタイルにしてみました。どうだろう、これで。もう、なん
でかな、ちょっと原因わかる方いたら教えてくださいね、こっそり DM で。ちょっと話し方がいけないのか、もうちょっとお上品に話した方がいいのか。もう、なんでかな、ちょっとやっぱり容姿の問題かな、ちょっと一回整形してくるかな。っていう風にちょっと、そのライブでフォロワーさんが減る問題に関してちょっと悩んではいたんですけれども。でも、やっぱりこうやってね、聞いてくれる方がいて、なんかこの前もライブ終わった後に結構、嬉しいメッセージ、なんか、豆腐さんの言ってることを実践したら子供が食べてくれるようになりましたとかね、そういう話が本当に一人でも本当に出てくれるのが嬉しすぎて、今ちょっとね、ライブやっているところもあるので、で、もしね、自分が気がついたことでもいいですし、なんか子供に実践してもらいたいな、見たいな、みたいな話がね、今日のこのライブでね、出てきているのであれば、もう、フォロワーさん減っても全然私は、もういいので。はい。あとは、このライブのご意見でもいいですし、なんかこうしたらもっとライブ聞きやすくなるんじゃないとか、話まとまってねえよ、みたいな話でもいいですし、なんかいろいろね、アウトプットしてもらえると、私もなんか嬉しいなと思っています。はい、こんな感じで、ここまで聞いてくれてありがとうございました。なんか、すいません、だらだら。聞き逃してしまったらごめんなさい。汁物の具材は何グラムですか？汁物ね、具材ね、なんか、自分は結構足りない野菜を、まあ、メインで、まあ、考えてたりするから、まあ、大体、ここに使ってない野菜とかで、まあ、一食あたり40グラムかな、3、40ぐらいかな、まあ50って書いてあるけど、まあこれは豚汁とかね、そういうちょっと具沢山のところとかで、まあ考えてたりします。5月で3歳になりました。少食、偏食で困っています。ああ、もうぜひ、もういろいろ教えてください。もうその、少食とかね、偏食で困ってるね、ママさんたちもね、なんかいろいろ、相談してもらえるとね、変わったよっていうお母さんたちね、いっぱい会ってきてるので、まあその辺はね、相談してもらえればいいかな。今どこでつまずいてるのかも、ある程度把握、できたら強いと思うので、うん、子供のね、活は多分、皆さんよりも、多分私の方がいろいろね、経験もいっぱい見てきてると思うので、子供の数は、子供の数だけかもしれないけど、経験はね、いろいろあるので、そう、栄養士として、やっぱりね、子供がどうやって食べてくれるかみたいなのを日々研究してるので、まあ今でもね、研究はしてるので、まあそういうところをね、いいところだけを取り入れてもらえればいいかなと思っています。白米も野菜も苦手で、朝が泣きながら、あらまあ、これは大変だね。これじゃあ後で、DM ください、この方。白米も野菜も苦手で、肉や、魚を単品だと食べるんですが、朝も泣きながら、ああ、これは大変だね。大変ですね、お母さんも。よく頑張ってますね、毎日ね。すごいです、すごいです、ほんと。そしたらこの方、後で DM ください。あと、答えていきますね。恥ずかしいながら副菜作る時間がなく、ああ、全然いいですよ。うん、問題ないです。汁物に野菜をたくさん入れて補うのはありでしょうか。うん、いいと思います。いいと思います。でね、うちとかも、やってる方法、をちょっと一つだけ教えますね。そしたら、自分もあんまり副菜作る時間がなくて汁物に多く入れているんですけれども、結構浅漬けとかにしてもう作り置きで漬物とか作ったのを一つポンって出すようにしています。そうすると魚焼くだけで終わったりだとか、まあご飯もね勝手に任せるだけで終わってたりするので、汁物にまあ具材たくさん入れて、あと一つちょっと漬物で、ただ市販の漬物だとちょっとしょっぱかったりするから、ちょっと塩抜きね、ちょっとしてあげると、まあ子供でも食べやすくなったり、ちょっと楽にね、お母さんたちも食事の準備できるかなと思うので、まあそういうところね、活用して、トライしていただけると、ちょっとでも野菜取れるようになるかなと思うので、もしよかったらやってみてください。はーい。じゃあ、ここまででおしまいにしようと思います。じゃあ今日はありがとうございました。参考になったら嬉しいです。ありがとうございました。以上です。じゃあ切りますね。質問に答えてくださりありがとうございました。嬉しいです。私もそう言っていただけると嬉しいです。じゃあおやすみなさい、皆さん。切りますね。はーい。はい。